胸は好きですか？僕は好きです。女性なら男性のかっこいい。胸にドキッとしたことあります。で、男性なら男性のかっこいい。胸にドキッとします。で、今日はすごい胸を紹介するんだけど、歴代のね。もうボディービルダーの中でで映ってるな。今 j カトラってミスターオリンピアっていう。世界一大きい大会を4回優勝した人なんだけど、もう彼とかあのこれから映る人が2人いるんだけど、その人たちよりもう全然すごい胸。胸破壊的に大きい。 強い胸をを持った人たち2人人ち紹介しますでこの動のが左ハリチョーパンで右セジュエック・マックミランって人なんだけどもう彼らも彼のらの胸もすごくないと思うような人たちをが出てきますで、まあ、動画見てあのもっとすごい人いるよってあったらコメントください。あの歴史上の中でちょっと歴代あの時代はごっちゃになるんだけどで最初の人がルー・フェリグーノっていう。 彼はね、あの映画とかにもよく出てて、あの196センチあった人なんだけど、この胸の分厚みを見てほしいんだよね、うん。このチューブがね、一番真ん中のトップがこの人はものすごい素晴らしい。で、カーブもちゃんと発達してるから、乳首もめっちゃ下にあるっていう感じ。で、この人がバーティオ・ル・フォックスっていう人なんだよね。で、この人、あの、ミスター・オリンピア、1983年に5位になってるんだけど、あの、今はね、あの、殺人 ししちゃったかから殺人犯として刑務所にいるんかな多分ねでこの人は胸の真ん中その外側の真ん中にえぐ,えぐられたような丸みがあります。でこの人はリー・ヘイニーこの人はミスター・オリンピア1984年から1991年まで8連覇したもう歴史上最も偉大な人なんだけどさっきのサイドポーズからもそうだけどその内側の分厚みがねものすごいありました胸筋のね、うん、内側のでで俺らには現代この人がいるからチョー・ソーンチョー・ソーンっていうんかな この人は韓国人の人で、まあ、プロボディビルダーで、その、例えば、あの、すごい世界大会で活躍してるってわけじゃないけど、胸が本当に分厚くて素晴らしいよね。うん。でもちろんみんな知ってる通りの、ロニー・コーマン、8連覇、1998年から8連覇した人ですね、ミスター・オリンピア。で、この写真、こ,これは2003年からで、このサイドチェストをね、打ち砕くのは難しいでもこれ以上のね、分厚みはなかなか、なかなか出ないです。うん。で、この人は、 ゲイリー・ストリーダムって人だね。この人は、まあ、1988年。 にミスターオリンピアに出ました88年だ80年代が90年代だねこのねムアネのペックその真ん中にビッてラインが入る選手もこれからもまた出てくるんだけどこれもすごいことだと思うであの,の2006年この写真もうおじさんになった今もその彼の胸の強さっていうのは際立ってるからすごい遺伝子を持ってたなって人ですであの今年お亡くなりになったフランコ・コロンボあのシュワネカのパートナーもものすごいもう上部のね 盛り上がりが見てわかるよね。こうやってね、胸にそのペックが,がバーンって線が入るっていうのもね、彼の特徴でした。彼もも,ものすごい胸を持ってた。うん。で、この人は、ロイ・カレンダーって人だね。なんか、胸の真ん中にもうバーンって銃弾で撃たれたような穴が開いてるんでね。この人も時代ごっちゃになって申し訳ないんだけど、この人は70年代に活躍した選手です。うん。こうやってモースマスキャンした時の幅もすごい、まあ、僧帽筋含めてね。うん。で、まあ、みんな知ってるサージュナ・ブレットは、あの、70年代か80年代に、 ま、活躍した人なんだけど、彼のね、もう胸筋は幅が広いんだよね。縦の幅ね。うん。だから、あの、要は胸の下部がすごい下の方まであるっていう恵まれた遺伝子。形も綺麗だと思います。で、ケビル・ネブローニうん。彼は、まあ、結構みんな知ってると思うんだけど、 マッスルマシーンっていうあだ名があったりすごい重量を持ち上げてたりしたんだけどねベンチプレスでもインクラインベンチプレスでもこうやって左あ右のデクスター・ジャクソンと並んでもその胸の分厚みのね違いが分かると思います右のデクスターはミスターオリンピアチャンピオンになってますでこの人あの52歳になった時の体なんだけどこれ確か2017年でね解説したことあるんだけどそれもすごいよね遺伝子最強ってことで <laughs> フィルヒースねもうみんな知ってる7連覇をしたもうもう現役 世界で今最も一番いい体してる人の一人なんだけどもうカイグリーンと比べてもまあポーズがちょっと違ったりするんだけどあの胸のね分厚み一体感がすごいよねうん突出してるというかねでビクター・マーティネスはもう大好きな人なんだけどこの人の特徴なのがその一番大きいってわけじゃないんだけど胸の上部がすごい鍛えられててこうやって要は首のところからさボコンって出てる、うん、インクラインとかめちゃくちゃうまく鍛えてるんだろうなと思う選手ですね。うん ジジョニー・ジャクソンこの人はまあ僧帽筋が大きすぎて特徴の人なんだけどまあいい胸をしてたでビッグラミーだねこの次ビッグラミーに関してはその一番分厚いってわ,わけじゃないんだけど胸の幅がすごい広いよね、うん、でこうやってサイドチェストになった時のその内側そのサイドチェストの,その今でいう左胸の丸みもすごいで秀忠山岸選手秀忠選手もその。 一番さ幅が広いとか言うわけじゃないけどもうボコって出てるのがもう目に見えてわかるよねまあ,あのコンパクトな幅ではあるんだけど突出してボコンで出てるしその脇の方にすごい穴が開いてるみたいな感じに見えるっていうのはすごい。あでまあ第2位か第1位に入るのは、まあ、もちろんあのアーノルド・シュワーズネッカーっていうのはそのものすごい胸胸,胸筋で歴代1位か2位に絶対入る選手でもうすごい胸っていうのを世間に知らしめた。 ま、一例だと思います。シュワちゃんは本当にすごい。で、昔からネックの中ではずっと1位なのがこの人、マーカスルールあの、ドイツ人の方なんだけど、これ、あの、胸を鍛えてるのに、あの、上部、胸の上部に顎がついてるってどういうことって思うんだけど、あの、ネックの中では絶対揺るがない。この人が胸では1位。あの、まあ、ボディビル見た目の競技だから、まあ、いろんな意見はあると思うんだけど、あの、幅であったり、分厚さであったり、こうやって、肩を鍛えてるだけなのに胸にビってラインが入ったり、その、 形の綺麗さとかじゃなくて、もうネックが一番驚いた、すごい胸っていうのが彼です。うん。まあすごい人でまだいる、いるとは思うんだけど、他にもね、出してない選手でも。うん。それで、あの、彼はあの、あのデニス・ウォルフとか、 ロニー・コーマーとか J ・カトラーとかとも並んで肩を並べても有名な選手と並べてもサイズでは劣らないってものすごいサイズがもうどこもかしこも大きい選手でしたちょっとウエストが太,太かったりいろんな、まあ、欠点もあったりして三,三頭筋とかねだからまあミスオリンピアでトップ5とかトップ3には入れなかったんだけどこういう選手がいたよっていう感じですみんなの1位みんなの第1位の選手も教えてくださいではまた